もう私的にちょっと朗報というかね YouTube をやっぱり活動のメインにしてる私にとってみたらものすごくいいニュースが来ました。というのが理由がもう一つあるんですけども私 TikTok かなり警戒してて1回もアカウント作ったことがないんですよ。 TikTok っていうとショート動画の代表格だと思うんですが同時にスパイウエアが入っていてあのいろんなね個人データとかがボン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 抜かれて、まあ、共産党組織に入っちゃうんですよねでそれをもとに、えー、住所や個人特定とかされちゃいますんでものすごく危険だと思うんですよまあそれは一つの都市伝説として置いといてですねまあどちらにしてもちょっと気持ち悪さを感じるのは気持ち悪さを感じるんで私は作ったことはないんですけどもこの YouTube でですね 新しい収益化の新しい選択肢として YouTube ショートが、まあ、あるのは前からあったんですけどこれが収益化可能になるわけですよねこれによって TikTok 使う必要がなくなったんでものすごくやりやすいなってことですショート動画って本当にねワンタッチポンで撮れちゃいますんでそれを何かのきっかけでねあの見ていただく方が増えればもちろんコンテンツ販売とか即価塾の上にも有利になりますけどもそれよりも、まあ、広告収入がね新しく狙えるなっていうところがあるんですよ、まあ、こういうふうに書いてます 収益化の新しい形、YouTube ショートでの広告収益分配ということですよね。2023年の早いタイミングでショート動画の視聴回数に応じて、視聴回数が多ければ多いほど得られる収益も多くなるという形でございますね。でこれ多分ね、TikTok に対抗してなんじゃないかなと思いますよね。さすが Google、YouTube ですけども、まあでも YouTube や Google にね、私の個人情報を取られてるのは一緒なんで、結局どこにだったら、 自分の身を預けますすかってことなんですよねどこの国を信頼するかどこの企業を信頼するかってことですリスクの種類としてはあんまり変わんないんですよねぶっちゃけね <laughs> でもなんとなくイメージでまあアメリカの支配下の方がいいかなと思うわけじゃないですか、まあ、そうは言っても80年前はね鬼畜米って呼んでたわけですから昨日の敵は今日の党みたいなことなのかもしれません案外中国共産党の一員になってもなんか楽しく日本人生きていけるのかもしれないですけどもね はい、でこうした特典全てを利用するには現在 YouTube パートナープログラムに参加しているクリエイターの皆様2023年初頭に新機能がリリースされる際に更新版のプログラム利用規約に同意する必要があるとさらに詳しい情報については今後数か月以内にお知らせしますということでございますね観光感想をお聞かせくださいなんでちょっとね感想を投稿してみようかなと思いますけどね、うん、ありがたいですよねこういうのが始まると、うん、賛成に一応 クリックしておきましょうかはいということでございます TikTok がこれにて撲滅するかもしれません